今日はフォロワーさんと一緒にワカサギ釣りに行きました。とりあえず魚探を見ながら穴掘りしまくります。このポイントはめちゃくちゃ浅いですね。なかなか良いポイントが見つかりません。なんだ、このポイント魚いねえぞ。すごい綺麗。ワンダイさんは雲に隠れてる。穴を開けまくるケンディマンさん。ようやくポイントが決まりました。裏番台穂先ビンビンクラブ。裏番台穂先リンリンクラブ。ディスカも撮影してますけど、はい。こんなんでいいですか？あ、いいですよ、全然いいです。それは何ですかこれ？これダメですか？これわかんねえ。そういうレベルです。いいですか、これ触ってもらって。いいですいいですこれわかんないな。これこれ穂先とかちょっと聞いてみていいですか？これは。これはアイズマックスとアイズマックスナイスマックスですね。すげえ。309はい、と両方同じですか？両方同じです。すげえ。でもあんまり釣れません。こっちもは穂先なんですかこれ？こっちはあんと319。今シーズン出た319。2つ。あ、両方ですか？両方に可変アダプター。今シーズンのこれタゲヤズっすよね。タゲヤズっすよ。8000ぐらいしましたっけ？8000近くそうっすよね。うん、高いやつですよね。これでもいいんすよ。あ、やっぱ違います。軽くてなんかあ、これあれっすか？可変に延長つけてます。そうすごいすごい。もうなんかここだけですげえ映える。やばいっすねこれ。もうめっちゃ高いやつっすね。もうあとお金ね。はい、それ2丁両方っすか？2丁両方、あ、でもこっちここの延長だけは去年先シーズンの延長でちょっと赤だもんね。あのガイドついてないブースト系みたいなのありますよね。あの感度だけ上げるやつあるある。スペーサーだ。はい、スペーサー、はいはいはい、ブーストスペーサー、はい、あれはどうなんですかね？あれ俺欲しいんすけど。俺もあれだったら買えっかなと思ったんですけど、あれ6000円ぐらいじゃないですか。はい、うん、あれいいと思う。あれほらガイドないから途中で変えたりできんじゃないですか。そこ最大の利点だと思うんだよね、はい、やっぱり。そうっすよ。だったら最初からガイドなしの出せよって話なんですよ。そうやっぱ金儲けっすね。そう、ただあれはすげえ軽いらしいっすよね。あ、そうなんすね。うん、俺ラジコン好きだからカーボン素材なんかちょっとだけ敏感になっちゃう。俺もラジコンやってましたよ。あ、本当に？はい、エンジンだと TG10 っていうやつ、タミヤの TG10。 はい、あと昔はホーネットとか。うわ、懐かしい。サンダーショット、はい、ブーメラン系。はい、あとランチボックスっていうやつ。あ、ランチボックス黄色いやつ、ね、そうっす。あとワイルドウィリス、はい、ジープ。後の方ワイルドウィリーになってましたけど名前。最初ワイルド初代はワイルドウィリスですね多分。はい、
あの頃手が届かなかった。そうなんですよ、お年玉で買いました。うーん、で俺もやったっすね。モーターはテクニゴールドつけてました。いいやつ、無駄にモーターハイエーっていうやつ、ね、そうで充電器、急速充電買えなかったっす。何時間もかかるやつ、ね、7.2V のやつでやってましたね。で難しい、スピードコントローラーなんで、はい、よく暴走してました。アンプじゃなくて、ね、アンプじゃなくて、はい、戻ってこなくなったりするんですよね。わかるわかる。プロポはあの3話の、あ、3話スティックのやつ、はい、うん、なんだっけ、ダッシュ、ダッシュ、なんとかダッシュで、今は何台走れるのかわかんないけど、昔多分6台か7台ぐらいですか、うん、マジで、あのクリスタル交換して、今20代ぐらい。そうですよね。で友達とやろうとしたんですけど、両方1番でできなかったです。一番悲しいパターンのやつだ、はいはい、お金なくて買えなかったですかね、クリスタルも。難しいっすよね、あの当時は。はい、そんなん知らねえし、アンテナに旗付けになんなかったさ。あったね、旗ね。懐かしい。未だにやっぱでもラジコン面白いっすね。面白いですね、うん、ただ今のはちょっと高くてよくわからない。今ドリフトとかですよね、ドリラジとかね。ドリフトすごいっすね。なんでこんなに流行っちゃうんだろうみたいな。お、これだと4本お酒譲りますね。お、はい、広角見たくない。広角やつが、うん、だから当たり逃すとバレますよ。気持ちよーだな、それ。いや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 、いや大丈夫です、大丈夫です。プレッシャーだ、プレッシャーだよね、うん、あの人当たってっけどね、うん、セレネだった。いやいや、うん、来ましたね。いや、ほんと落としないですね。え、魚体今結構映ってます？今は下っぽち。ああ、そうですね。ぼちぼちだね。ぼちぼちだけど、うん、大きいね、釣れる。ああ、うん。いや、楽しい釣りだよ、今日。ああ、よかったです。悪くねえよね。うん。この間より全然いいペースだし。うん、全然あるわ、なんか、だったもんね、集中ずっとしてなんねえ感じだよね。うん。楽しい釣り。ちょっと馴染ませたらいいんだろうな。俺も人工芝持ってきたんですけど忘れちゃった。車に、あの折りたたみのテーブルが1個あって、はい、そのテーブルの折りたたみの間に入れてきて、そのまま忘れちゃいました。やめれねくなった。そうですね、人工芝俺も好きです。しかもこれ冬滑って動かねえ時タイヤにしか、ああなるほど、助かるんですよね、出してきて。使い道いろいろありますね。なんか、はい、すごい面白い魚影の。え、どうですか。あらら、何これ、何これ、やばいっすね。何これみたいな。え、これ感度どんくらいですか。原因が23。で高い方なの？23、高い。まあ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 、まあまあ、高い方なの。仕掛けは映るぐらいですよね。うん、やっぱ重り映んねえとね。はい、そうですね。やっぱりちょっと空中線とか振り、うん、なんなんだいこれ。なんかすげえ下さ、ゆっくり沈んできてる。あ、そっちの魚探これいくらすいます？これ？はい。これ安いっすよ。多分これバラで買ったんですよ。はい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 、はい、多分3万ちょいぐらいで上がってるっすね。魚体に反応するんですよ最近。ただこれ振動し変えれば海でもまあどれでもいけって。え、振動し今これ何使ってます。これ普通の TD07。 うん、うん、違います。ガーミン用の、あ、ガーミン用のやつですね、うん、広いやつ、広いやつ、すごい広いやつ、広角のやつ、はい、へ、だからあんま参考にはなんないっすね。あ、これいいっすね、かっこいい。なんかもう今なんか地獄ったな、地獄れた、ほら、これやばいですか。急いだ方いいよ。あ、やばいっすね。これは俺こんな動画撮ってる場合じゃないっすよ。やばいっすねこれ。あー、これ今日一だね。あ、やばいっす、今日一ですね、真っ赤から。ちょっとちょっと釣ってもらっていいっすか。ほら、はい、それでちょっと縦とかしてかけてもらって。あ、厳しいですか。俺縦今日かけて、だってダブルないもん。あ、そうなんですね。まだ
まあ、一匹ずつ釣るのが日原スタイルって感じですがね。そうですね。あ、じゃあこう攻めの釣りで。そうそうですね。いや、あー釣れてますね。お、一番ちょ今日の見どころを迎えてますまさかの、はいはい、まさかのまさかの事故、うん、ここに来て、これ、ここに来て事故やばいですね。乗ってますね、もう乗ってます、はい、前より日原の時間帯違うような気して。あ、そうなんですね、うん、なん、まあ、勝手な感覚的なもんですけどね、はい、あー来てますね、うん、上ですかそれ。上、あー、ちょっと色薄い。え、まあ、同じですか、まあ、の魚炭薄り方。いや、俺のは薄くなった、はい、薄くなりました、うん、今でもこんな、こんな、こんな、らららら、いや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 、でもほら、もう、うん、もうもうもうビグンビグンビグンやべえですね、穂先がもう、あーやばい、ビグンビグンビグン、穂先が濡れてますね、ビンビンクラブです、はい、あれ止まっちゃった、止まっちゃいました慣れないクラブになっちゃった。慣れないクラブってなんだ新しいの作った。いいの取れましたね。取れたか、はい、お、今日はこんな感じで、もう俺のはうずらない感じで、なんで、いやいやいや、 俺ら全然楽しくねえじゃないですか。いやいや、じゃあ俺の手元はあれですからね、俺ら太郎さんのやつを見るから楽しんであって、俺の見てても何もつまらないですよね。いや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 、でも新人くんだ、相手が釣れてますね。結構やっぱ魚影通りに、はい、ほら氷もおダブルダブルダブルナイスダブル、やばい、氷ダブルっすね勝手に落ちました、はい、新しい、あれ最初使ってた仕掛けがダメだったんですか。あれダメだ、いまいちだな、あのちょっとあの仕掛けはレンジが広すぎた、広すぎた。多分悪くはねえんだよね。うん、多分俺のまだこれはだ、ちょっと幅広いの使ってる人俺尊敬するもんね。うん、なんでそんなんでうまいことをできるんだろうね。はい、今何匹ぐらい釣りました。それによっては戻ろうかなと思います。今50、あ、え、50いったんすか。もう50いきました、ね、あ、やべやべ、ちょっとこれ40っすね。そうなんすね、はい、じゃあ戻ります。ちょっと焦りを、いやいやいや、やばいっすね。俺42とか3ぐらいだったです。よし、はい、やばいっすよ。ちょっと動画撮ってる場合じゃないじゃないですか、はい、そうですね、いやでも楽しくできてるんで今日、はい、ね、うん、最高の一日です。今日釣れててよかったっす本当に。でも、うん、あの朝の穴探しはちょっと苦労した感じだったけど、うん、やっぱ新しい場所って楽しいよね。楽しい。新規開拓。最初開けたとこ全部ダメでしたもんね。あれはダメだった。で、なんか常連さんっぽい人があそこ行ったからあっち行ってみようみたいな、うん。そう、これさ困った時に作戦っすから、ね。そうそう、早く来た意味なかったっすね。そうなんです。そうなんですよね。いやでもあの黄色い人の入り方はちょっとそうですね、迷いなかったですもんね。迷いなかった。それ引いてきたと思ったらもうテント立ててましたからね。うん、早かった。ああいう人はやっぱちょっと参考になるね、うん、ちょっと来てる人なの近くっすよ、なっちがわっすよね、うん、ちょっと、うん、見てこようかな。多分出てきてねえっぽいよね、うん、そうっすね、だいぶ釣ってんのかもしれないですね、うんうん、ここより入りすごいのかもしれない。でもここも悪、全然悪くないんだけど。いや、はっきり言っていい方だと思うよ、ね、うん、最近俺らが来た日原湖の中では、ね、あ、そうなんですか。ほんと今シーズンの中では多分一番、うん、だって全然釣れてなかったもんね、うん、あ、今日100行きそうですね。じゃあね、今日大丈夫ですね。100は行きたいな、はい、ちょっと後でまだ来ます。はい、はい、子供さんも、はい、はい、ちょっと頑張ります、はい、ありがとうございました。ビンビン日原湖、ウルトラデューが重り2グラム、穂先疾風。これで釣れないですかね。おー来た、来ましたね。上がったかな。
いや、これ釣れなかったらおかしいっすよ。魚探出てますもん。赤くなってましたからね。ああ、そういうこと？はい。釣れましたー。ミジンコじゃねえっすかとかってどっち言われるんだろうな。ミジンコじゃねえべって言うけど。うん。なんか食い気のある魚が入ってきた。はい。はい、これはもう釣んないとまずいやつですね。はい釣れました。おめでとうございます。ありがとうございます。ビンビンヒバラコ。今日使った仕掛けになります。台湾の速攻と上州屋オリジナルヒバラコ、ピンクスペシャルダンサーキツネ、あとオーナーのタフしぶりキツネ、それと時短ライトになります。お祭っちゃったんで今日は仕掛け4つ使ってしまいました。最終超過が90匹でフィニッシュになります。1日中魚探に魚がたくさん映ってました。今日使った穂先はウルトラ龍河になります。午前中は2丁出したんですけど、午後穴1個埋めました。で1丁にしました。今日はありがとうございました。はい、またお願いします。お願いします。さよなら。お願いします。さよなら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 。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ピンクラー。